国の中にやっぱ使えば事業成長につながる法律とか制度もあると思うので、はい、そういったものをもっと専門家の方から能動的に提案をして事業成長につなげていけるような環境というのを作っていけるですね、うん、プラットフォームを作っていきたいなと思っています、うん、コミュニケーションのきっかけ作りとして使っていて、うん、まあ、定期的に誰でも使っている LINE というプラットフォームを使うことで情報を配信すれば目に触れる機会はまあどうしても多くなるので、うん、あまた来たなみたいなくらいには思ってくれて、動画を見るまで至らなくても自分は興味あるからやっぱり踏んでくれるんですよね、うん、でそれをきっかけになんか問い合わせをしてきてくれたりとか、ちょっとこれの深いお話、もう少し詳しい話聞きたいんですけどとか、こちらからあのこのテーマはあの人にハマるだろうなと思いながら送ってて、後からあのちょっと動画見てくれましたとか、まあ、そのコミュニケーションのきっかけ作りとしてはすごくよく活用できているかなと思って、いずれにせよコミュニケーションをの何かしらの一部に使ってほしいなと思っているサービスがあるので、まあ、俺らが一番スタートの部分に使っているような感じです。新しいサービスに関してなんですけど、まあ、L1 っていうですね、コミュニケーション手段を一元管理して、そこの管理画面から各顧問先、各手段へ、返信が、行かせていきますよっていうシステムになってますと。多分いろんな形でビジネスチャットがメールに変わって普及してきてる一方で、やっぱり顧問先によってはやっぱメールがいい、LINE がいいとか、コミュニケーション手段が今度これ散在してきてくるっていうデメリットが今発生してきてると思うんですね。これによって管理が煩雑化してますし、はい、担当者と顧問先によって使うものが全然違って、事務所として管理できないっていう。なってくるとサービスの進む管理が難しくなってくるんで、これを各手段でやるのであって、顧問先さんは別にどの手段で送ってもいいですと。ただその全ての連絡手段を通じてきたメッセージが1個の管理画面で管理されて、ここから各担当者がそれぞれ編集できるっていうシステム。世の中のトレンドが変われば、専門家の方々が伝えなきゃいけないことを抑えなきゃいけないことって変わると思っていて、はい、で、僕らが提供しているこういった配信システム、コミュニケーションシステムっていうのもそうなんですけど、まあシンプルにその無形サービスとしてナレッジをしっかり先生方に提供していって、先生方がそれを装着して、また、事務所の一個の新しいサービスだったりとか、業務体制とかにしっかり落とし込んで生産されていく。まあ、こういった場をやっぱ作るべきだよねと。で、今回テーマに関しては、やっぱりこう世の中が AI で注目されているので、まあ、少しこう AI っていうのを主軸に置きながら、まあ、AI のこう活かし方だったりとか、あとは逆にこう AI によって、多分こう、なくなっていく価値が下がっていく仕事もあると、業務もあると思うので、それに負けないように、じゃあ何を付加価値として、提供するのかっていうものと、あとは従来のやっぱりこう労働人口が減っていく中でのツールを使った生産性向上、まあ、DX 化っていうのを三軸で講演を組んでいって、先生方に価値ある情報を届けたいなと思っています。はい。今までちょっと業界になかったスタンスで、スピーカーバッジをフリップして情報を届けていくっていう、こういう形ですね。あのやっぱりどうしても会計事務所と普段の業務忙しくて、その新しいものを導入して、自分たちの業務に定着させるっていうのはなかなか苦手な、うん、あの業界なのかなとは思っていて、まあ、それをあのより円滑にできるようにもそういった存在に今後なっていけたらなと思っているので、その存在にもなっていけたらいいなと思っているので、うん、はい、そういったことを踏まえた展開っていうのが今後あの期待いただけるんじゃないかな。ゆくゆくはやっぱりあの資料の先生方が顧問先生に対していいサービス提案して収益を上げていくっていうところにまでフォーカスしていきたいなと思っているので、うん、まあ、そのためにやっぱり情報配信のシステム、コミュニケーション手段で CRM っていうその顧問先さんのデータをしっかり管理する、はい、でここをしっかり事務所の中に作っていくことによって、一社一社の顧問先さんがどういうフェーズでどういう課題に困っていて、どういったソリューションがハマるのかっていうのを資料の先生と一緒に考えていって、それを持っている会社さんをまた事業さんとつなげていって、事業さんとその会社さんで顧問先も問題解決に当たるっていうような仕組みを作りたいなと思っているので、シンプルに事業さんに対してじゃなくて、事業さんと一緒に顧問先さんの業績改善、業績アップにどうつながっていくのか、それはどうも全部作っていく、一個のなんかハブになれたらいいなと思っています。はい。